ちはグッピー小杉です。毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を配信しているんですけども、この間大阪の中央卸売市場っていうところに行ってきまして、そこってなんか普通の人は入れるんですけども、なんかあんまり入ったらちょっと場違いみたいな、なんかそういう感じなんですよね。でこの間、まあ、ちょっとご縁がありましてご案内していただく機会があったので、もうなんか結構入れないところとかも結構入れてもらったんで、今日はせっかくなんで市場散策の動画を見ていただこうと思います。1日通したら美味しんぼの栗田さんみたいな日を過ごしましたので、ぜひぜひそちらをご覧ください。どうぞ。おはようございます、グッピー小杉です。今日は4時起きで中央卸売市場に来ております。まあ一般の人も入れるんですけど、ほとんどいてませんでした。で、こうやって引っ掛けて運んでる。めっちゃかっこいいな。初めてお皿の上に乗ってないヒラメを見たんですけど、いや、でっかーと思って。おい、でっかいヒラメ。でっか。こんなにでっかいんや。もうこれってもう。ビート版ですね。次に、この季節の超高級魚。違う。高級魚。アコウです。すっごい。さらに、いやちょっと待って、マグロ地面に転がってるやん。いや、顔。マグロ屋さんがいろいろ説明してくださいました。ちょっと見て、こんなとこ初めて生で見るんですけど。固まってるやん。すごっ。傘立てみたいな。あとすごいなと思ったのは、めっちゃ落ち着いて喋ってはるんですけど、いや足元にマグロが転がってても何も構わず喋り続けるこの方、すっごいお話も上手やなと思ってたら、前は学校の先生やったらしいです。すごっ。あっぱれマグロ先生の可能性しかないやん。そしてさらにすごいところに案内していただきました。これ大量のハモを中国の学生さんたちがさばいております。こんな機械あるんですか。もうハモの骨抜きは今や機械でやるらしいんですよね。衛生管理もバッチリな張り紙が貼ってありました。手を洗うのは今でしょう。いや、パクってないでしょこれ多分。今でしょじゃなくて今でしょうなんです。初めて生でセリを見せていただいたんですけども、すっごい雰囲気でした。雰囲気がすごいことはめっちゃ分かったんですけど、何言うてるかは全く分かりませんでした。新宮の三つねさんっていうところでいっぱい試食させてもらいました。その中でも今まで食べたおつまみランキングでかなり上位に入ってくる黒ごま炙りイワシっていうのがすごい美味しかったです。イワシをこうロール状にして、それに黒ごまがかかってあるっていう。残念ながら小売りはしてなかったんで、もし見つけたら絶対買おうと思います。黒ごま炙りイワシ、あと今まで食べた中で一番美味しいシラスをいただきました。淡路島の最高級品らしいです。スモークサーモンがあったので試食の域を超える量を食べてしまいました。めっちゃ楽しかったです。多分 USJ よりも楽しかったんちゃうかなって感じです。ほんまにね、
大阪中央卸売市場 OCO はほんまに USJ より楽しかったんで、あとよく YouTuber さんがやってる10円自販機とか、なんかハテナって書いた自販機とか、まあ、この間ハジーさんとかもやってたんですけど、それも OCO にあるみたいなので、ぜひぜひ皆さん機会がありましたら行ってみてください。ではではでは。